ドゥンスタンは、イングランドの聖職者、政治家、カトリック教会、聖公会、聖教会で聖人、グラストンベディの小村にある共同の傍らで生まれた。父エオルスタンは富、親類には三人の司教がいる有力な絵柄であった。魔術を行った角で、イングランド王アゼルスタンの宮廷を追われ、修道士となる。四十三年頃にグラストンベディの司教となり、修道院に、 ベネディクト会の厳重な戒律と禁欲主義を取り入れた。国王エドレットの顧問として政治勢力を振るったが、955年から957年まで国王、エドイによりフランドルに追放され、ついで国王エドガに959年に呼び戻された。ウスター、ロンドン司教区相次いで受領し、961年にカンタベリー大司教となる。 再び政権を取って北部地方を鎮定することで支配下に入ったデーン人ンを国民の一部とし、教会や国家の高い地位につけた。商業に関心を持ち、貨幣の制定や土力校を励行した。アルフレッド大王の精神を引き継いで教育を進行し、翻訳事業を再開した。ゴールの最も著名な学者、アボフリ流リから招聘したのもドゥンスタンである。 法律の権威を高め、地主に十分の一税の支払いを強要した。エドガー氏後の大位継承をめぐる内乱をわずかに阻止することができたが、988年に彼が擁立したエドワード準教王が暗殺された後、カンタベリーに引退する。歴史家のトレベリアンは、ドゥンスタンについて、サマセットのセインの息子である彼は、 ケルト人の宗教的気質や劇場を持ってはいたが、それは冷静で公正な政治家としての判断力と特徴的に混じり合っていた。彼は長年の間、王の顧問で最も有力な人物であった。宮廷における彼の権力は、ローマ教会復活の印でもある。と書いている。幼少の頃に覚えた、異教時代の歌や伝説に心惹かれ。 旅行中に必ずハープを携えるなど音楽に対する熱情は生涯変わらなかった。ドゥンスタンは聖書ばかりでなく世俗の本の研究にも没頭し、一時そのために病気になったほどであった。学問の誉れはなだかかったが、建築、手芸にまで至る多芸多才のために無学な王族や帝臣たちの不信を買うことにもなる。北部地方におけるデエン人の古い権利を尊重し、 その選ぶ最高の法と共に奉仕させたことは彼が寛容な人間でもあったことを証明する。江戸川平和王の死後、修道院勢力に抑制されてきた諸公など、世俗勢力は自らを在俗聖職者と称し、王位継承に関する混乱を起こして、勢力の巻き返しを図った。混乱の収拾を委ねられたドゥンスタンは国内の聖職者を網羅した聖職者会議を開いたが、 議論は紛糾し、会を重ねることとなった。977年に、ウィンチェスターの北西にあるカーンで、改めて会議が招集された。世俗勢力の参加者たちは、ドゥンスタンに追求と非難の言葉を浴びせ詰め寄った。すると突然、会場となっていた2階ホールの床全体が抜け、ドゥンスタンの敵対者たちはみんな落下し死傷した。しかし、ドゥンスタンが立っていた梁だけは、 残り落下を免れた。事件は、カーンの奇跡と呼ばれ、修道院勢力の正しさを明らかにする印とされた。ありがとうございます。